じゃあ今日はこちら金子ストレッチストアで取り扱っているじゃん S 帯とこちらの S タスキ、この紹介をしたいと思います。以前の動画では付け方、装着の仕方を紹介したんですけども、今日はどうしてこの S 帯と S タスキが姿勢を良くするのに必要なのかというのをお伝えしたいと思います。そもそも日本人は農耕民族だったんですよね。この耕して生活をしてたんですけども、この農耕民族ならでは引く手がすごく強い。なので柔道も引きますし、相撲も押してるかと思いきや引きますよね。なので日本人結構引くのが得意なんです。引くと丸まりますよね。こうこの姿勢を整えている、サポートしていたのが、実はその頃和服が姿勢をサポートしてくれていました。なので和服にはこの帯ありましたよね。帯つけてなんか作業するぞっていう時にはたすきをかけてやってました。なのでこう姿勢がいい状態で作業することができたんですけども、今の現代の日本人何もないですよね。なので腹は弱り、肩は丸まり、この状態で歩いてるわけですから、猫背だったり首こり、肩こり、腰痛っていうのが出てきます。それを解消するべく、こちらの教材ではこの S 帯と S タスキを使って和服の文化をもう一度取り入れようというのでご紹介しております。はい、そしてこの S 帯をつけることによってどうなるかといいますと、もちろん姿勢が良くなるように整えてくれます。そして内臓が前方突出といって、前にポコッと飛び出てる方、ぽっこりお腹ですね、下腹ぽっこりお腹の方、これは腹横筋がしっかりと内臓を収めてくれる働きをすることによって解消されます。そして内臓の働きが弱い方というのも、実は内臓の位置が正しい位置に収まってないことがあるんですね。ですのでしっかり腹横筋を使って内臓の位置を整える、内臓が前に飛び出ないようにする、そして姿勢をよく保つ、そして最後この腹圧をしっかり入れることによって腰の痛み、腰の筋肉の収縮を和らげることができるので、腰痛を持っている方にもぜひ使っていただきたいのがこちらの S 帯です。さあ、そしてこちらの S タスキ、 S タスキはですね、肩をぐっと開くというよりはこちらの首の骨、頸椎ですね、頸椎を前に押し出してくれる、要はこの胸椎前から引っ張ってくれるような、そういう力が働く構造になっているので、例えば巻き肩でお困りの方とか、肩が前に出て首が前に出てる方、お顔のたるみが気になる方、そういう方、肩の位置を少し整えるだけでその悩み解消します。無理に肩をウィンと開くような、そのような構造ではなくて、さっきも言いましたけども、関節の位置を正しい位置に整えるようにしてくれますので、サポートしてくれますので、こちら巻き肩でお困りの方、首肩こり、頭が痛くなっちゃう方とかも、頭の位置前方に前に出てる方多いですので、この位置を整えるだけで随分楽になっています。ですので、その方はこちらの S タスキをつけてみてはいかがでしょうか。そしてそのサイズとか色とは使い方、私はどっちの教材がいいんだろうって分かんない方いると思うんですけども、こちらの大阪ストアに来ていただきましたら、サイズ、あとは商品のご案内などやりますので、分かんない方一度お店の方に、ストアの方に来てみてください。お待ちしております。